今日2月22日は猫の鳴き声にちなんだ猫の日です。神戸北野の偉人館では様々な猫の魅力が楽しめる作品展が始まりました。旅する猫を通して神戸の街が描かれたイラスト、神戸を愛するイラストレーター江戸沢さんの作品です。神戸北野の偉人館鱗の家で今日から始まった猫展では、猫の絵画やイラストなどおよそ50点が展示されています。特殊な素材を使いコロコロ変わる猫の目を表現した作品から、躍動感のある猫まで誰もが楽しめる作品が並びます。身近にはいないので、逆にこうやっていろんな描かれ方の猫ちゃんを見れて楽しいですね。 It's really interesting. The cats are also really cute, I think. この作品展は3月31日まで開かれ、収益の一部は能登半島地震動物対策本部に寄付されるということです。